前回のドロップキック早速呼んでみましょう。怪人界のアイドルミサオ、どうぞ。怪人ミサオを迎えての一騎打ち。マリカは久々のスロット北斗の拳友を選択。座った台があまり良くなかったのか4000円投資したところで隣の台に移動する。やっとお願い。あ、やっと来た。隣の台に移動して5000円投資したところで待望の中段チェリーを引いたマリカ、果たして当たったのか。そこから次ショーの配下であるヒューを呪え。ほら、先ほどの中段チェリーから AT を引いたマリカ、ここまで総投資9000円。オーラの色は黄色で激闘ラウンドをスタートしたマリカ、そして激闘ステージに移行し上乗せがないままバトルへ。あ、大丈夫だった。書き換え、書き換えでバトル勝利が確定。さあ何枚上乗せしたのか。50枚上乗せしたマリカ、その後もなんとかバトルに勝利し継続させる。このまま流れよく行くかと思われたが、雲よ動くんだ。止まってる。これはピンチ。うわー、やられたな。ですよね。3戦目のバトルで敗れ AT が終了してしまったマリカ。その後400ゲーム回したところでもう一回 AT を引くも単発で終わってしまい、現在総投資額は14000円。そして最初に打っていた台に移動して前半戦が終了。後半戦もこんな流れでズルズルいってしまうのか。一方怪人ミサオは、じゃあとりあえずはこの台でいきたいと思います。怪人ミサオはゴッドイーターを選択。そして投資3000円のところで、本当に青だけど天国で当たりですね。86ゲームで早々と AT をゲット。しかし、当たるのが早かったせいなのか終わるのも早かった怪人ミサオ、154枚獲得して AT が終了。だが、またもや91ゲームという早い段階で AT をゲット。そしてここから流れが良くなっていく怪人ミサオ。たまに歩いてくると結構暑かったんですけど、30以上。AT が終わってしまっても、大きな上乗せはないがコツコツと上乗せして出玉を増やしていく怪人ミサオ。しかし、469枚獲得したところで AT が終了。そして100ゲーム以内では当たらず200ゲーム付近で、そして前半戦が終了。現在怪人ミサオがおよそ16000円リード。おいマリカさん、今の流れだと後半戦もグダグダになるのが目に見えてるからな、ポンポンとエチ引いて大量上乗せよろしく頼むぜ。どうしよう、今日は本当にピンチかもしれません。かもしれませんじゃなくて本当にピンチだよね。なんか打開策見つけないと。リプレイでやれば崩壊することができるので、
よし終わったな。反発56枚、ちょっと少ないのかな、ちょっと少ないですね、純増より。残念。3発が多いわけじゃないんでいいですけど、まあでも当たりはでもすごく軽いので、ちょっと誰もいないですけど、引き続きこの台で打ちたいと思います。マリカちゃんはちゃんとレア役引けてるんですかね。あんまりタイミングが合わないって言ってたので。いやさっぱりだよ、さっぱり。何も来ないのよ、引けないのよ、痛いのよ。もう投資が止まらない。まあまあ、何、おかげさまで南まりかの唐突ロープキック5年目に突入しました。わー、パチ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 、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ご覧になっている皆様にメッセージをお願いします。はい、皆様いつも見ていただきありがとうございます。こんなにですね、引きの弱い私の頑張っている姿を見ていただけるのは本当にありがたいばかりです。これからもですね頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。みそじ女、としての意気を、ちょっと待って、トゲがある、トゲがあります、トゲがあります。ないないない、あ、もうすぐ、もうすぐね、うん。強調する。もうすぐですね、私あの11月で30歳を迎えるわけなんですけれども、パチンコパチスロ楽しくやってこれて、そして皆さんにこうやって見てもらえる場を与えてもらえることにすごく感謝しています。30歳になってもですね、明るく元気に楽しくやっていきたいと思いますので、皆さんネガティブな南も応援してください。30歳頑張るぞ、まだだけどね。早く出して、ああ、そういうことか、早く出す、あ、痛い痛い、頑張る頑張る頑張るよ。まさかのサトゥがやきもきしちゃう展開っていうね。もうだって出ないんだもの、引けないんだもの。頑張ります。そうだ、5年目にふさわしい実戦にしてくれよな。おお、出玉減ってきたな、いいぞいいぞ。結構追加落ちてきたのかなと思うんですけど、どうかな、まあ、その分回してるんでね、あれですけど、まあ、まだ1000ゲーム回してないか。このまま子役の確率も下がって出玉も飲まれちゃってよ。もう10月で5周年記念ということですけれども、いや5周年じゃなくて5年目に突入ね。いろんなことがありましたね。お、ロイダンスで思い返すと本当にいろんなことがあったな。本当に振り返るといろんなことがありました。あ、おし、中段チェリー、いいぞいいぞ。だってね、私の中では一番出た時の記録をね、どんどんこう塗り替えていきたいと思っているわけですよ。おお、こんなに来る？急に？また。おお、どうしたどうした？なんか急にまとまってきた。なんか長い。あ、違うか。5周年、5年目か。私先に行ってるね。25歳でした。でも長いですよね。ありがたい限りです本当に。あ、やば、これスイカ取りこぼしたんじゃない？スイカ取りこぼしましたね完全に。何やってんのさ。でも出演ランプが4つ点灯したな。見てー、やっと出演ランプ4つ目まで点灯で、これで4つ目まで行
ったのでチャンスゾーン期待度が 50% になりました。1/2、5個目まで光ってくれれば 66% かなぐらいありましたよね。とりあえず5個目光ってくれたのでチャンスの期待度 66% になりました。さすがに 66% までいけばねチャンスゾーンいけますでしょう。さあこれで投資2万円になります。2万円か。まあここで当てちゃってドカンと上乗せといこうじゃないか。いいね、6個目光りました。6個目だったらもう7個目まで行きたいですね。3枚目でございます。いってらっしゃい。お願いします。来てますよ。もう何だったらここで当たってくれるかな。いっぱい入れますように。ラス1お願い。着信。さあこれでチャンスゾーンには、まあ、80% の期待度あるんで行くと思うのでそれを頑張ろう。どうした？むしろチャンスゾーンも行かないとかありえんの？え？嘘でしょ？え？嘘でしょ？嘘でしょ？やばい。チャンスゾーン行かないかもしれない。行かないよこれは。行かない行かない。ちょっと 80% どうした？6個ついたら 80% だよ。もう信じらんない。やめようって言いたくなる。いやーこれまた薄いところ引きましたな。 20% 引くとかマリカさん逆に運がいいよ。ほんとスイカでございます。まあまあでも3000円投資だったんでこれ使い切らないぐらいだったら戻せると思うんですよね。頑張りたいと思います。さっきも300枚ぐらい出たんで4連したら300枚でしょ。うん、500枚ぐらいあればだっていいんだもんね。よしよし、6連ぐらいなら大丈夫かな。刺激6連頑張ります。ここでマリカが追い抜いてくれればいいんだけどな。おいマリカ、怪人ミサオが出玉のまれで投資を始めたぞ。あーってダメだこりゃ。話聞いてねえなこれな。もうダメかもしれません。これはこれはきつい。のやめんのか。私ここで北斗をやめます。なんだかな、なんだかなですね。もうクマが出てきちゃった気がしますもん。当たらないとクマが出てきちゃう。困りましたな。オーミブラックライト打とうかなと思います。今日はこの子で勝負します。マリカは北斗から大海ブラックのライトに大移動。心機一転頑張れ。終わってしまいました。どうしようかな。いやだってね、これじゃあちょっとな。
どうしよう。広角回ってなかったらな、打ちたかったな。でも100ゲームでやめてるんですけど、250までね引き戻しやって、まあ、そこまでゾーンで若干暑いんで100ゲームやめてるけど、朝123ゲーム、ちょっとこっち打ってもいいかな。捕獲機の対応ちょっとだけ触ろうと思います。いきなり決めたけどね散々迷っておきながらいきなり広角に決めてしまったけど、いいのかな。まあ、ちょっとだけチラッと打ってみます。なんか微妙そうだったらやめちゃいますけど、とりあえずはそうね、250でそこの後が380からなんで、ちょっと250抜けたら考えなきゃいけないけど、まあでもそんなにあれかな、まああっち打つよりはこっち打った方がいいと思うので、捕獲にします。怪人ミサオは広角機動隊に大移動。ヨウサトゥ急いでどうしたんだって、おいカメラこっちだぞ、何やってんだよ。何5年目に突入、そしてサトゥ歴代戦闘員最長の42出動。へえ、もうそんなに出動してたんだ。だからって別に永年金属記念とかないからね、公務員じゃないんだから。ということで、なんだサトゥ撃ちますって、自分が撃ちたいだけだろそれ。何かとこじつけてきやがって、素直に撃ちたいって言いなさい。ほう、マクロスフロンティア2のへこみ台を撃つのかって、完全にオカルトじゃねえか。そんな感じで台選んでいいのか、おい。どうなっても知らんぞ。次は唐突に始まるこちらのコーナー。実践の途中ですが、唐突に始まるこのコーナー、唐突クラブ。はい、やったぞ、来たぞ、唐突クラブのお時間が。さあ、じゃあ早速読んでいっちゃおうかな。ということで、まず最初なんですけれども、今回、あ、そうだそうだ、皆さんに言わなきゃいけないことがあったんだ。おはがきをいただいた皆さんの中からですね、読ませていただいた方にこちらの番組特製オリジナル手ぬぐいをプレゼントさせていただいております。ぜひですね、皆さん送ってください。ということで、今回のおはがき紹介していきましょう。今回ですね、埼玉県埼玉市にお住まいのペンネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく番組を見ています。ありがとうございます。マリカさんに質問です。何でしょう。マリカさんがパチンコスロットをこれからもやっていこうと思ったきっかけは何ですか。やめるかもと思うきっかけもあったら教えてください。これ難しいですね。きっかけ、これからもやっていこうと思ったきっかけ、正直最近ですね、すごくハマるスロットがなかったんですよ。で、最近打ってたのは、まあ、下手だけど花火が好きでずっと打ってたんですけど、やっと北斗が出たおかげでちょっとスロット頑張ろうって思ったんですよ。まあ今日の実戦見てあれってなってる人もいるかもしれないですけど、でも北斗が出て楽しくて、ちょっとこれからもスロット頑張ろうって思えたんです。パチンコはでも結構ルパンが好きで、最近だと。で、ルパンはね、やっぱ出た時にすごいじゃないですか。だからね、頑張ろうって思いました。まあ、やめるかもと思うきっかけ、難しいな。でもやっぱりこう、好きでやってることが今お仕事になってて、やめたいって思ったことって本当に弾けなかった時ぐらいなんですよ。もうずっと何ヶ月も何ヶ月も弾けない時に、私やめた方がいいんじゃないかなって思うことはあったけど、やめようとは思わなかったです。だから多分そのこれはないですね。やめるかもと思うきっかけは今のところなしです。弾けない時だけ。ゆうさんはどうなんでしょうね。まあこんな感じです。だからね、楽しい棋士も多分また出ると思うんで、諦めずに頑張りましょう、お互いにね。
ということで、今回ゆうさんにはこちらの番組オリジナル手拭いをプレゼントさせていただきます。皆さんもぜひおはがき送ってください。そしてですね、今回から送り先がちょっと変わりましたので、こちらの方も注意してください。それではよろしくお願いします。パチンコに移動してきたけどどうなのよマリカさん。当たったマリカ。なんで反応ないの。お、当たってた。あれ、私見てない間に当たってました。やだ、嘘、見てない間に当たってた。え、そんなことあります。当たりました、ありがとうございます。だけど見てませんでした。スロットからパチンコに大移動してきて、投資3000円したところでノーマルリーチから大当たりをゲットしたマリカ。しかも当の本人はよそ見をしていて、当たったことに全く気がつかないという大失態。まあそんなことはいいんだよ、こっからが大事だからな。このまま ST で連チャンさせて追い抜いてやれ。そのフラフープさ、攻撃されてるじゃん。むしろよかった、とりあえず当たった。今3000円使いました。3000円で大当たりをゲットです。やっぱパチンコの方が向いてるのかな。いや関係ないけどね。当たる感覚やっとなんか思い出せました。ほら16ラウンド、16ラウンド大当たりの振り分けは 25% だから、なかなかいい引きしてんじゃん。ちゃんと16ラウンドゲットできました。ライトで16ラウンドゲットできるの嬉しいですよね。わー嬉しい。あとはもう ST で頑張るしかないですね。そうだな、最低10連チャンは頼むぜ。10連チャン。ああなくなってしまった。いいところだったのに。2枚目ですけど、これで使い切らずに済むと思いますので、これで投資を抑えたいと思います。あれ、また、お、チャンスアップ。カットイン。え、よし外れたね。押したけど、言われた通りにしたんだけど。ありがとうございます、やりました。248ゲーム。ああ復活したか。よかった当たってくれましたね。読み通りだよ、248。ゴッドイーターから何気なく広角機動隊に大移動した怪人ミソだが、宣言通り250ゲームのゾンで AT をゲット。どこかで見たことのある攻撃を跳ね返しマリカがダウン。このまま押し切れると思ったけど、怪人ミソもやりますな。でもパチンコの方が出玉スピードは速いし追いつけるでしょ。フラフープ使うんだやっぱり。うん、何種入るかハック入るかで余裕ですね。頑張ります、いきますね。まあ、この機動隊はアニメも面白いので見てない方はぜひ見てくださいって言っても、さすめって言っても私2期見てないんですよね、まだ。お、いいじゃん。乗せはする。まさかの50ゲーム。ほらね、こういうなんかすごい美味しい 2.8 枚なのにめっちゃ上乗せしてくれるでしょ。ゴッドイーター 2.4 枚なのに50ゲーム乗せるの超大変ですからねまあその分ストーリーとかあるからいいと思うんですけど、でもこんなにいきなり乗るなんてチャンス目ですね。チャンス目で50ゲーム。早速50ゲーム上乗せか。このまま終わってくれ。やった頑張ります。
よし、とりあえず1箱ゲットです。こっからだな。ここで頑張ることができればだいぶ変わってくるんだけど。絶対当ててくれよ。マリカが当ててくれることを祈りつつ、次はこちらのコーナー。ゲーム、アニメ、漫画、大好き、とあるということなんですけど、この趣味はなぜ好きになったんですか。このきっかけは何だったんでしょうかと。物心ついた時っていう、ちっちゃい頃から。そう、小学校1年生ぐらいからもうずっとアニメを見てて、親がもともと名探偵コナンが好きで、でコナンをだからそのアニメで見に始めてて、でそっからですかね、漫画も集めたりとかして、もう小学校6年生の時にはどっぷり、もう毎日あ何時に何々がなんちゃんでやりますみたいなのを、すごくないそれ、自分でしおりみたいな作ってそんなにハマってたんだね。そう、すごい。そんな好きか。はい、漫画アニメゲーム大好きというわけですけれども、一番最初に言ってました、コナン。コナン、伊沢ちゃんコナン好きなんですよね。で特技がコナンの映画の知識は何でもわかるらしいので、はいはいはい、今日ちょっとクイズを用意してみました。マジか。クイズ答えてみようということで、第一問早速いきたいと思います。第一問はじゃじゃん、映画名探偵コナン6作品目のタイトルは何でしょう。天国へのカウントダウンの次なんですよ。あ、ベーカーストリートの亡霊かな。正解はベーカーストリートの亡霊。すごい。なんで分かるの。分かります分かります。じゃあ次の問題です。すごい、でも緊張する。次はじゃじゃん、10作品目探偵たちのレクイエムですが、公開日は何年何月何日。これは分からないよ。これは分からない。でも10作品目だから、あ、じゃあどっかだけ教えちゃおうかな。じゃあ何年かだけ教えてあげよう。何日の方が、あの逆算がね、すごい多分計算がすごくかかっちゃう。じゃあしょうがないな。何日かだけ教えてあげようかな。お願いします。お願いします。15日。15日、じゃあ4月15日だな。2007年。2007年かな。いいですか。はい、ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。正解は2006年4月15日。惜しい。めっちゃ惜しい。もう私今ちょっとドキッとしたもん。わ、すごいすごいと思った。今回18作品目だったんです ね。そういうことですね。ちょっとずれちゃいました。いやでも随分すごいと思う。4月ちゃんと当たってた。じゃあ行ってみましょうか。続いての問題です。じゃじゃん、5作品目の天国へのカウントダウン主題歌を歌っていた人は誰。これはでも、やっぱりね、わかるんじゃないですか。頑張れってやつ。頑張れ。あ、違う、あの人違うかな。どれかな。南わからないよ。じゃあもう不正解ってことでいい。もう、はい、すいません。いいはい、はい、ってことで今回は、正解は倉木舞さん。曲はオールウェイズでございます。だってコナンって言ったら倉木舞さんじゃん。そうなんです。あー、好きなのに。超好きなのに。でも大丈夫、最後にあるよ。あ、最終問題があります。はい、一番最後の問題は、記念すべき1作品目のタイトルは何でしょうか。時計仕掛けの摩天楼でございます。はい、正解。やっぱ何でもわかるね。はい、コナンのことね。何、2回間違えちゃった。いや、何でも答えられなかった。ちょっとね、ただね、公開日は難しくて当たり前だと思う。ただ曲は分かってほしかったな。そうですね。でも知ってるから分かんなくなっちゃうのかもね。そう、知ってるがゆえに、たくさんほらいろんな人が出てるのを聞いてね、曲がかかり始めたらすぐ分かるんですけどね。ね、そうだっつって絶対そうだよ ね。でもこれだけでもすごいなっていうのは分かりましたよ。 ありがとうございます。ただあの何でも分かるっていうのは消しましょうか。あ、そうですね。好きですっていうことに、コナンの映画好きですにします。ダメ、何でも分かるの方がなんかいいじゃん。そのままでいこう。まあ、でもあのアニメ好きなんだなっていうのが多分皆さんには伝わったと思いますよ。 そんなわけで、みさおちゃんに質問をしてみました。はい、ありがとうございました。実践、この後も楽しんでください。さあマリカ、チャキッと当てちゃってよ、チャキッと。
きますように。40分の1を引けばいい。引ける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 。魚群さんおいでなさって。来た来た来た。あるんじゃないあるんじゃない。さあサメさんよ止まれ。ストップ。やったー止まったよ。じゃあタッチします。まあいっか全然良いです。当たったからいいです。うーんよかった。とりあえずね連チャンは成功しましたよ。もっといきましょう。こっから頑張るとこです。見ててください。きっとまだまだいけると思います。まだまだ連チャンさせられる。2連チャンで終われるわけないよな。あっちゃう。あれまああっという間でしたね。まあでも投資の半分ぐらいはね1回の当たりで帰ってきたので甘いですね。もうちょっと打ちますね。 AT が終わったと思いきや100ゲーム以内で引き戻していく怪人ミサオ。ありがとうございます。いやーあーレカプッシュやったー当たりました。リプレイかな。もしタザラいっぱいなのか。逃げるのうまいな。40分の1。国土の中段チェリー引くより簡単。お来た。お願いします。お願いします。止まると信じてます。います。だよな。なんかそんな気しましたよね今ね。なんかダメそうな気しましたよね。だけど来たー。よかったー。なんだよー思わせぶりなんだから。だーわーやったやった。27回転で行きました。 OK OK OK。 とりあえず8ラウンドゲットでーす。3連目。よしよし順調ですよ。ここに来てこのまま実戦終了まで出し続けてくれ。ふわっと思い出したんですけど戸草さんはこっちです。多分アニメ見てる人はちびまる子ちゃんとお姉ちゃんどっちがまるちゃんだっけっていうレベルのことを多分言ってたと思う。はい。ということで60ゲーム674枚どんどん増えてますね。引き戻すが多いのでまた緑ですけど再び天国で、あさっきチャンスだったかですけど、まあいい感じにつながってくれたらいいなと思って引き続き頑張りたいと思います。また引き戻しとかは勘弁してくれ。あーもうラスト10回。早い。あーこら厳しいか。うわでもラストで最後の最後にないよね。そりゃそうだそりゃそうだ。終わっちゃいました。2箱でまあないよりはあった方がいいんだけど2箱かと思ってもうちょっと増やしたかったですね。もうちょっとじゃなくてもっとでしょうか。もっともっと。まったく。マリカが再度当ててくれることを祈りつつ次はこちらのコーナー。
じゃあ、辞めるときはどういう基準で判断で辞めるんですか？まあ、プライベートなんで、まあ、時間も決まってなければゲーム数このぐらい紹介してくださいっていうのもないので、うん、例えば最地すぐ当たって、うん、でダウマが多少できました、うん、まあ、時間にもよりますけど、まあ、2時間3時間ぐらい打てました、設定ないだろうなとか、あんま回んないなって思ったらすぐやめて帰ります。お、帰るんだ。そう、アニメを見る。うそ。なんかもうちょっと打ちたかったなとかならないんだ。あ、あるんですけど、やっぱりそこは減ることも、やっぱ朝一すぐ当たったら投資が少ない分減っていくと、はあ、このぐらいあったのに、はあ、このぐらいあったのにってなるので、例えば1時間ですぐ終わっちゃっただったら打ち続けますけど、2時間3時間ぐらいちょっとずっと当たって楽しめるんだったらやめちゃいますね。うーん、なるほど。それでもホクホクになった状態で満足してお家に帰ってアニメを見る。あ、もう一番素敵な一日ですね。本当ですね。いい休日になってそうですね。え、じゃあ例えば2万円使っちゃった、うん、どうしよう、この台どうかなってなったらどうするんですか？立ち回ります。そしたら、うん、他の台を狙いに行きます、うん、2万じゃまだっつってまだ行くぞっつって思って行きます。ただ空き台が少なかったらちょっとね、どうしようって、やっぱ立ち回れなくてあんまり良くない台を無理に打つよりは、パチンコに行きますかね。おー、なるほどね。うん、パチンコだったらこう回らなくても当たる可能性あるけど、あのスロットだと設定悪くて伸びる確率の方がちょっと少ないかなって思っちゃうので、うん、パチンコに行ってこう台をこう探してますかね。なるほどね。お店変えたりはしない、うん、そうなんですね。もう移動とか嫌いなんですね。そうだよね、家から出たくないもん、ね、そうだよね、そのホールから出たくないよ、ね、やっぱりね。そうなんです。そうだよね。まあ、さっきはお財布の中にこういくらか入ってないと行かないって言ってたけど、じゃあ1万円しかないってなったらどうする？うん、行かないです、行かないです。絶対行かない。絶対行かない。でもどうしても打ちたい、どうしても打ちたい、あの台。でも1万円しか持ってない。どうしても打ちたくて1万円しかないんだったら、確保して休憩取ってお家に戻ってお金下ろすか、うん、まあお金下ろすかお家に戻ってお金を取っていきます。もうお金が1万円しかない場合は、そういう下ろすお金もない場合、どうする？打たない。打たない。なるほどね。打たないと、うん、人に連絡をする。友達に、うん、どこにいる、今どこにいる、ちょっとすごい美味しい台があるんだけどすぐに来てみたいな、休憩何分だからみたいなのをやるかもしれないですね。うん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 。なるほどね。過去に1回あったんですよ、そういうこと、うん、ゴッド系譜の時に、うん、あの天井ギリギリでお金尽きちゃったんですよ、うん、どうしよう、このままじゃこの台は美味しくて私は負けて終わってしまうと思って、で休憩を取って急いで家に帰って弟に頭下げて、ちょっとお金貸してって言って、そしたらもう弟はやらないんで、なんだみたいな感じだったんですけど、倍にして返すからって言って言ったら、倍にしなくてもいいからちゃんと返せよって言って渡してくれたやつで、もうめっちゃ出たんですよ。めっちゃ出て、あの、うん、言っとけばよかったなって言って、うん、倍にしないでそのまま返した。お姉ちゃん、そこは倍にして返してやっても。いや、約束だから、うん、ちゃんと返すのが約束だったんで、うん、ちゃんと返して、あの、ありがとうって言って1枚しか使わなかったよって、2万円借りたんですけど、そうなんだ、1枚しか使わなかったからって言って、これだったらいいでしょって言って。いいでしょはないでしょ。借りてんのね。なるほどね。そういう出来事があったのね。ありましたね。そうか、だ、そういうのもあるから、なるべく1万円でね、なんとかしようということなんですね。はい。じゃあ最後にですね、ちょっと聞きたいんですが、ジンクス何かありますか？ジンクスは、はい、あれやっとけばよかった、だから今日負けたんだって思うこと一つあって、うん、お家の片付けをする。お、あのゴミを、例えば、あ、今日捨てられなかったって思ったり、 あそこの洗濯物ちょっと畳んでなかったって思うことがあったら、それがもうほんと片付けるから、あの、当たってくださいって思うぐらい、その片付けることによってなんか、あの、風水的に良くなるから、うん、ちゃんと
綺麗にするようにしてる。ゴミはすぐ捨てるとかはやってますね。うんうん、あら偉い。あのあとトイレの蓋閉めるとか。それねやんないとダメよね。お金貯まるって言うからね。蓋閉めた方がいいですよ、トイレの蓋。うん、しっかりしてます、ね。なるほどね、はい、そういうことを心がけてるということです ね、 そうですね。ありがとうございます。皆さん参考になりましたでしょうか。ぜひねあのお手本にできる部分あったらやってみてください。お願いします。はい、ということで立ち回り講座でした。12ラウンド分があとこれだけになっちゃいました。あっちゅうま、これ入れたら残り1箱か。残り玉で絶対当ててくれよ。このリーチさっきみたいに当たっちゃうんじゃないの。ああなわけないか。はあ、これで残り1箱か。5年目突入なんだから中途半端が一番良くないよね。めっちゃ投資するか、めちゃくちゃ出してくれよ。バババイ、今の当たってて800枚になるかなっていう予定だったんですけどね、ちょっと減っちゃいましたね。あ、当たってないけど見に行こっか。なんかねこうモチベーション的にもね。よし、行ってこようかな。あ、やった、来ちゃった、見に来ちゃったぜ。来られちゃった、来ちゃった、見に来ちゃった。いやもうめっちゃ出してるんじゃないかなと思って。なわけないない。ないない、もう今使っちゃってだよ。ちょっと足りてない。そのまままだ広角機動耐えてるの。まだやってます。でも今一応100ゲームまでの全長は抜けちゃって、ここから250までに当たればいいなっていう。そっかそっか、感じです。お互いきついね。なんか結構あのバトルってなかなかないけど、一緒にやるときはすごいレアな演出多くないですか。いつもなんか出すよね。いつも、え、でもなんか2人でいるからすごいいい演出出せるみたいな。本当？じゃでも多分近くないから無理だね。え、隣同士で打つといつもそうじゃん。あ、そう、確かに隣じゃないから ね、 ね。ちょっとでも頑張ろうね。私も頑張る、頑張ります。マリカちゃんの見たかったへの引きを待ってるので、もう今日一回も言えてないよ。もうクマが出てきちゃったもん。出てない出てない、大丈夫大丈夫。頑張る頑張る。私も頑張ってきますので、いいのいっぱい出してきます。やめてもらっていいですか。嘘。嘘嘘。私も頑張ります。頑張って。いってらっしゃい。できます。いやまずいです、これはまずいです。果たしてこのままオウミブラックを打っていていいのだろうか。ちょっとマクロス見てこよう。みんな今日は上乗せ特化ゾーン一回もやってないですもんね。何もやってないね。ちょっと頑張って、ラッシュぐらいだったらね入れられると思うんですよね。だってレア薬品ってちょっと頑張る。まあ大丈夫だと、レア薬をとにかく引きまくれば。とりあえずまずは18に入れます。よし、よーし、着々と出玉が減ってきてるな。よしよし、おお、サトゥ、今回全く映んなかったじゃないか。ダメみたいだな。あららら、らどうやら一回も出ずに軍資金が尽きたみたいだな。サトゥの実戦終わり終わり。ほら早くボスのとこ行って応援するか何か差し入れでもしてこいよ。ボスちょっと調子悪いみたいだからさ。サップはなし、ダメか。あ、このステージは？え、このステージ私知らない。え、このステージ何？え、
るけど、このステージ知らないよ。あ、 ATO はエピソード AT に当選に期待できるって、めっちゃいいじゃんめっちゃいいじゃん。ってことは250のゾーンで当たるかもしれないってことですね。エピソード AT ってこれか。フリーズを引いてエピソードを何回かやったことはあります。フリーズなのかな、あれは。あるんですけど、ここに来たことない。ブドウって言ってんのかと思ってえ、すごい、キリンだって。プレミアじゃない？ねえ、私初めて見たもん。まあこのステージ自体初めてだからあれだけど、わあすごいすごい。いやー、こりゃ当たっちゃうな。ありがとうございます。248ゲームゲーム数で当たりました。ちょっと減っちゃったね、目玉がちょっとだけなくなってしまいましたけども、まあまあまあ良かったです。250以内に当たってもらえて。くっそ、さっきから全くハマらずに当ててるよな、怪人ミサオは。はい、ということで今度クソダッシュをやりたいと思います。単発で終わるように祈っとくわ。もうすぐ250回転まで行っちゃいます。でも199分の1だからな、もう当てたいな。私当てたいですよ。マリンちゃん、はい、そこで。あー、ごめんなさい。だよな、いつものごとく言っちゃいましたね。これ2段になってればよかったんですけどね。お、これはリーチがチャンス目。お、あれ、もしかしてこれ当たる？お、マジか？当たる？お、当たったじゃん、これ来た、当たりました、当たりました。もう当たった、やったー。はい、来ましたー、やっと。ちょっとぶり、やるじゃん。わかるかな。あ、いいやいいや、とりあえずでも当たったからいいか。この後の頑張り次第ですね。よかった、245回転で当たりました。使い切らずに当てられたので、まあそれだけでもよかったかな。あとは ST 中に当てて、なんとか16ラウンドに行ってくれればいいんだけど。残り時間も少ないからな、レンちゃん頼んだ。お、やりました皆さん。すげえ、有言実行だ。お、忍者ゲーム。ようやく電動ラッシュでございます。やったー、青ですね、電動ラッシュ青。当たってる時の笑顔ってやっぱいいよね。おゲームずつだ、ちょっと継続率が。残念ながら15ゲームしか乗らなかったですまあまあでもまだ続いてますしね。だからまあジャクチェリーでも全然行くので、ややこうガンガンここで引きたいと思います。15ゲーム上乗せで助かったぜ。でもまだ安心できないな。
よし、ここからの50回転が勝負時ですよ。おい、あ、ギョグあるかな、あるのかな。はい、やったー、なんとか当たったよ。おお、いい音、いい音。えい、ありがとうございます。出るかな、魚群さん。また来たよ。しかもいつもより上だな。これは来たんじゃない、当たったんじゃない。はい、やったー、3回目だよ。今度こそ、今度こそ。あれ、4ラウンドだ。まあいっか、いいですか。もうちょっとあったらよかったんだけどな、ね、せめて8ラウンドが良かったですね。まあでも徐々に徐々に戻ってきております。いいよいいよ。ここに来て絶好調のマリカ、まくることはできたのか。パチンコに大移動してからは絶好調だったマリカ、果たして勝負の行方はこの後すぐ。今回の実践ホールは毎度おなじみ将軍田畑店。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。実践終了です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、さあ早速なんですが結果発表をしていきたいと思います。ということでまずは私からです。じゃん、まあ、最初にですねスロット北斗とも打ちました、まあ、5000円で AT 入りまして3回続きましたが、その後もう1回当たったのかな、で単発で終わりました、でただ2回当たったんだけど AT 後に降格いかなかったのね。おでその隣の台がですね AT 後に降格行ってたの1回しか当たってないのに、だからちょっとこれはもしかしてと思って移動しましてそっちに行ったんですけれども、何も引けずにですね、結構移動したんですね。そうなんですよ、何も引けずにですね、しかも北斗ランプ6個光ったのに、あ、七星ランプか、七星ランプ6個光ったのに 80% あるはずのチャンスゾーンあれみたいな、 20% 引いちゃったと思って薄いところをね。そうなんです、私今日多分北斗打っても何もいいことないと思ってやめました。あ、なるほど、大好きだけどやめました。で、まあ大海ブラックのライトを打ちました、3000円で当たりました。おお、16ラウンドありました、3連で終わりました、また1箱使いました、したら当たりました、でも3連で終わりましたということで投資が25,000円、出玉、そうなの、出玉3594玉ということで収支マイナス13,500円でした。あ、やっぱりマイナスでした。ちょっと伸び悩んだった感じですもんね。そうなんです、この3連3連っていうのもそうだし、全ては大好きな北斗のせいですリベンジしたいと思います、ということでみさおちゃんいかがでしたか。はい、私はじゃん朝一ですね、ゴッドイーターですね、パチスロゴッドイーター打って、3000円で朝一もすぐに天国で当たったんですよ。すごい、チャンスゾーンも入りので、4回か初当たりを引いたんですけれども、まあそんなにがっつり伸ばせた感じはなくて、どうだろうってレア役、私なんだっけ、マイスロみたいな、やってあるよね、そうそう、やってるんですけど、あれをやってて子役とかちょっと設定差あるやつを見たら、まあちょっと1位以下だったんですよ。でも偶数寄りだから、まあ下なのかなって思って279ゲームだから、300乗る前にやめちゃったんですね。でもうどうしようってちょっとうろちょろしまして、で攻撃機動隊なんか相性が良いので、あ、楽しい、そう、これを打って打ってみようかなってふわっとした気持ちで打ったら、なんとそれがもうその250のまでのゾーンのところで当たって、すごいね、かなり初当たりを引いたんですよ。ずっとね、すごい、はい、ずっとまあ楽しめたんですが、あんまりねがっつりとした上乗せがなくて、あの1回だけ電脳ラッシュ入ったんですけど、まあ15しか乗らなかったんですよそうなのかあんまり伸ばせなくてね、それだけで終わっちゃうっていう感じで、ずっと単発単発が続いて、まあ天国でもねすごく当たってたんですけど、まあ残念ながらあんまり伸ばせずに、投資が11,000の出玉が604枚なので、収支がマイナス1,000円ですね。あ、うわ、
ょっと抑えちゃって、マイナス1000、もうちょっともうちょっと頑張れば、ね、せめてプラマイゼロぐらいにはね、したかったんですけど、残念ながらできず。そうか、もっと負けてもよかったんだよ逆に言ったらね、もっと負けれたかもしれないですけどいやでもよかったね、ちょっとですんでね、うん、そうかそうか、ほんとよかった。結果負けたってことです？そうですね、私あの意気込みみたいな時にこの天気を晴らしてやるって言ったんですけど、まあ結構降りましたね、うん、どんどん強くなってます、強くなってあ、それが多分ここにちょっと響いちゃってるのかな、響いてますね、これのあれでこうちょっと晴れなかったっていうマイナスだったからね、今日はね、お互いに本当に雨模様の実戦でした、うん、実戦でしたかね、はい、うん、ただそんな中もう一人打っていた人がいました。そうですね、様子ちらっと見に行ったりもしたんですけど、そうなんです。ということで、うん、サトゥーどうでした？あ、しょんぼりしてる。めっちゃ落ち込んでる。見るからにしょんぼりしてる。わかりやすい、笑ってる。でもどうだったんですか？どっちどっち、笑ってる。パチンコマクロスマイナス1万円あらー、怖いじゃないよ、喜ぶとこじゃないですよちょっと1万円で終わっちゃったんですか？うん、のを見せば調子に乗りました。申し訳ありません。だってちょっとサトゥーかわいそう、かわいそうに、かわいそうに。そうでしたか。じゃあ全然楽しめなかったんですね。じゃあ今日は3人ともちょっと辛い展開だったわけですね。雨のせいですね。一体誰のせいだろうね。雨のせいだよね皆さん本当に見ていただいてありがとうございます。一生懸命頑張りました。頑張りました。見せ場なくてごめんなさいごめんなさい。サトゥーと2人仲良く、マリカ敗北。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さん次回も見てくださいね、うん、じゃんけんぽんみんなアイコだアイコでしょ見たい。あ、ごめん、あ、負けた。私結構ちょっと後出し的な感じだったけど、これでも負けちゃうのか美人はピンチがいいっつったけど、マリカのピンチは普通になっちゃったね。